長江境上より望む、収修止め、乱景の河口。中央の島で南北に分かれて、太平洋に注ぐ、収修止め、乱景は、台湾南東部を流れる河川である。河連県と台東県の両県にまたがる論天山の南北に源を発し、中央山脈の登録を流れ落ち、花東建谷に至る。海岸山脈に沿って北へ流れた後、 レン県水穂里から東に向きを変えて、海岸山脈を横断し、太平洋に注ぐ。台湾で唯一の海岸山脈を横切る河川である。全長は約8 1トル、流域面積は1790平方キロを超え、平均車度は1時34分となっている。台湾東部第一の大河川といえ、上流部では花東立谷の扇状地を形成する。 主要中線である。海岸山脈を貫く部分では独特の渓谷美を形成する。川口付近に架かる橋、長光橋の付近の川床には大きな白い石が敷き詰められ、その美しさから収集止めすすぎ玉と呼ばれ、観光スポットとなっている。そこから1キロメートルほど東に流れ、一つの小山のような島によって南北に分断された、後、太平洋に注ぐ。 この島は、日本統治時代は、弁天島と呼ばれていた。現在の名称は、支給所である。日本統治時代から川下りの船が運航されていたが、1981年頃から、ラフティングが楽しまれるようになり、現在では、台湾で最も盛んな地域になっている。多くの場合は、水宝橋からスタートし、途中の集落、木火で休憩した後、 川口の長江橋に至る3から4時間の工程をたどる。水量が豊富で年間を通じてラフティングを行うことができる。収集止め、乱ケは中央山脈から一旦は平坦な花東手谷に流れ下り、その末に海岸山脈を貫いて海に至る。この特徴的な流路はかつては海岸山脈に源を発する小河川だった収集止め、 乱刑が侵食の末に海岸山脈を突き抜け、10万年前に火蓮系の上流部を河川争奪することで形成された。ありがとうございます。